ロサンゼルス・レイカーズは NBA プレイオフ2024、1回戦で昨シーズン王者のデンバーナ・ゲッツに敗れ、シーズンに終わりを告げた。ディアンジェロ・ラッセルや八村塁が本来の実力を発揮しきれなかったこと、ジャマール・マレーのプレイオフにおける勝負強さが如実に現れたことなど、噛み合いの悪さもあったが、レイカーネーションが不完全燃焼なのは否めないだろう。 そんなレイカーズにまつわるトピックで早速取り沙汰されているのが、レブロン・ジェームズの身体である。常識外れのプレイレベルをキープしているものの、NBA でのキャリアは21年に到達。最近では引退を示唆するようなコメントもあふれ、残された時間は決して長くない。だが、ザ・アスレチックによると、キングは、あと2シーズンはリーグでプレイする計画があるという。 レブロンはレイカーズとの現行契約をあと1年残しており、来シーズンは5140万ドル、約81億1400万円のプレイヤーオプションを所有する。しかし、彼にはオプションを破棄してフリーエージェントとなり、それから新契約を結ぶ計画もあるようだ。レブロンはオプトアウト、契約解除をすることで、レイカーズのオフシーズンの過ごし方を見極めることができる。 彼はコートを後にするまで、もう一度リーグの頂点に上り詰めることを目標としており、バランスの取れたロスターの構築を求めている。特に近頃のレイカーズはポイントガード獲得の噂が後を絶えず、2シーズン連続でナゲッツ相手に不安定なパフォーマンスを披露したラッセルは、球団が所有する一巡目指名権と共に、交渉テーブルに上がることが推測されている。また、 最近でこそ情熱は収束傾向にあるものの、レブロンはたびたび息子ブロニー・ジェームズとの共演を望んできた。歴代最多得点記録保持者は、ブロニーと同じコートに立てれば対戦相手でも構わないとしているが、球団関係者によると、レイカーズは、キングの夢を叶えるために、ブロニーのドラフト指名を前向きに検討しているという。それでも、ザ・ースレチックは、 レブロンのファーストオプクションがレイカーズとの再契約であるとしている。その理由として、球団社長であるジニー・バス氏との有効な関係性が挙げられる。2月にはゴールデン・ステート・ウォリアーズとのトレードが噂され、ウォリアーズのオーナーである条例拳が門戸を開いたとされているが、レブロンは西海岸に留まることを選択した。現役続行の噂には、 代理人であり親友でもあるリッチポール氏の裏付けもある。クラッチスポーツの創業者は、まだ彼のタンクには2から3年のキャリアが残されている、とコメントしており、裏を返せば、レブロンが引退までにコートに立てる機会は200試合前後しかないということになる。だが、レブロンはプレーオフ敗退後、自身の将来について言葉を濁し、家族を最優先すると述べた。正直、 家族の元へ帰りたいだけだ。スケジュールを確認するよ。息子の一人が NBA ドラフトにエントリーするか、大学に戻るかを決めかねている。もう一人の息子はアーウでバスケットボールをプレーしている。娘もバレーボールを頑張っていて、妻は素晴らしいサポートをしてくれている。今は家族が何よりも優先だ。そして、数ヶ月後にはラスベガスでトレーニングキャンプが始まるから、 アメリカ代表のために体を休ませる必要がある。当面はこれに集中したい。自身の SNS からも家族との時間だけを考えており、将来のことは身内と相談して決める旨を強調。ただし、肉体的にも精神的にもカウントダウンは確実に始まっている。今回の決断は、花々しいキャリアのフィナーレを定めるものとなるだろう。フミイコール明治。